外出するときはマスクをして出るんです。そうね、よし、それではじゃあ行ってみようじゃないか。ファッティンやっていっぱい。よし、車の中はいいな、マスクをして。これ寒い、めちゃくちゃ寒い。明日本当波あるんかな、イラコ。なんでちょっと待って、え、なんか日本海の可能性があるの。いやだから風が北西だもんさ、おかしいな。まあこれで外したらもう泣き穴。世の中はねコロナウイルスで話題騒然なんやね。話題騒然とは言わんな。来週メンタワイに行くやんか。俺たちは入国できるのか。やだ、なんや。この間、うん、うちの職場のやつが俺の YouTube、 うちらの YouTube 見とって、うん、福井で、うん、これ海鮮グルメの本見とったら、うんうん、うわーここ高えなって言っとったやな。うん、ほんで海鮮アトムだったらあったら海鮮アトム高いのにって思いながらそこ入っちゃうみたいな。ほんで食べとるの、高いって知っとるんだ。知っとった。へえー、ほんで食べとるの見たら100円のばっかで、なんか本当にお金ないんだなって思ったって言っとった、ね、なんか俺情けなくなってきた。つらつらすぎ。ところでさ、メンタバイさ、ブラックバルチャーとレッドバーナーでいいな。ブラックバルチャーとホーキーでいいよ。ホーキーはいかんて、フィンボックスがちょっとイカレかかっとる。そうなの。一回ね、一番いいのに。うん、だ一回直すわ、綺麗に。でかいって言ったら頭ぐらいはある時あるでね、絶対。普通のパフォーマンスボード持ってたらいいよ、絶対。一本はチリのネバダでしょ、うん、でもう一本がエース、エース、ラウンドエース。すごい、ローソンめちゃめちゃこんなんだけどさ、なんでだと思う。燃料入れます。面白い口しとるぞ、あんた。多分おかしくれんって言った。意地悪言うやつにはやれんよ。ひねり、何味、うま辛ラー油味。いらない、だから意地悪言っていい。いいよ。いらない、ミヤの好きじゃないものばっかり。こだわりかき、意地悪言えば。これがそれミヤの、ひどいよパパ。これがミヤの、これ俺のやつ、スイートアスパラ、やったミニクロワッサンで、ミヤのジャスミンティー。紹介した？絶対やらんから。いらない、だって美味しそうじゃないもん。美味しいよ、これめっちゃ。ノーマルが一番いいと思う、ラー油じゃなくて。バカやな、あめは本当に。パスタ安いから海までワープするの。何それ、スマッシュプーは何それ。よく考えて、どういう意味か。わかった。貧乏、スマッシュプーは少し貧乏。違う、外すんじゃねえ。何スマッシュプーは。貧乏を弾くってこと。違うって。何、反対から読んだらどうなる。ワープ、スマッシュプーはワープします。正解。変なの。なんで変や。今から海までひとっ飛びです。それではスマッシュプーは。
はい、不思議ですね。到着してしまいました。いやー、途中何度かねちょっと眠たかったんやけど、頑張って運転してきました僕は。ということで、明日の波を期待して寝るということにしましょう。それではおやすみなさい。皆さん、おはようございます。今日は2月29日土曜日8時12分の豊橋に来ておりますが、残念ながら波がちょっとないので、こんな感じなんですよ。ちょっとこの間行ったところに移動してみようかな。おはようございます。ちょっとポイント移動して、先々週来たところに来たんですけど、ここなんとか唯一インサイドだけどできそうな気がします。どうせなら撮影しようと。波あるやろ意外と。あ、向こう向こう、そんなやろさ、怒られるやろ車に当たったら。はい、うわっ、これ臨場感あるよねかな、これ多分臨場感あると思うよ。たまストライクよ。はい、ストライク2。あ、ギリやな。
でした。今から着替えて入ってきたいと思います。あれやっぱり行ってきます。行ってきます。